はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントデスクです。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、はい、また胸キュンイラスト企画をやっていきたいと思います。胸キュンまた来たね、胸キュン。そうです。その名も、プロ少女漫画家だったら、ランダムで組み合わせた胸キュン用語でも、極上の胸キュンシーン×説、検証してみたという企画です。なるほど。まあ、この間は、前回やったやつは、S 君が考えてきてくれた胸キュンワードだったじゃないですか。はい、今回はですね、S 君にも挑戦してほしいということで、なるほど、僕も考えですね。そうです。複数ある胸キュンワード。壁ドンとか、顎食いとかあるでしょ、それのワードをね、それぞれこう分割して、くじ引きにしました。なるほど。壁とだからドンっていうやつを分ける、ね。そうそうそう。それで今からですね、くじ引きを引きます。はい、いつものこちら。来た、グリコちゃん。ここでランダムで引いて組み合わさった言葉の胸キュンシーンとして皆さんにお届けしましょう。この中にじゃあ、なんとかとなんとかが入ってるわけですね。そうです。なんとかとなんとかおかしいけど。そう。まあそれでより胸キュンシーンをかけた方の勝ちです。はい。では早速やっていきたいと思います。レッツチェケラー。はい、チェケラー。では、くじ引くよ。はい。では、1回目の、胸キュンワードはこちらです。バン。壁。と、じゃん。イチャ。おう、なんか急げな組み合わせ。壁イチャや。壁イチャ。なるほど。では早速これで書いていきますよ。はい。よーい、スタート。はい。では、壁イチャのイラスト完成しました。では、早速見てください。はい。ぎゅー。なに苦しいって。このまま壁と俺の間に閉じ込めて、一生俺しか見えなくなればいいのに。まずはですね、ここでちょっとぎゅーっと抱きしめられて、こう壁にぐっと押し付けられる感じ。ここ壁です。で、なに苦しいって、とか女の子が言ってる。で、男の子が、このまま壁と俺の間に閉じ込めて、一生俺しか見えなくなればいいのにって。まあ。くっさいセリフ言ってんな、こいつ。いい、やきもち系男子だね。やきもち系男子。要は、まあ結果としてですね、壁ドンと変わらないものができてしまった。そうだね。でも壁ドーンではなくて、今回は壁にそうギューッと押し付けるイメージで、まあ、要は壁際でイチャイチャしてることが壁イチャかなと思いましたので。壁際じゃん、これ。壁際。まあ、壁際だね。壁際にもなってしまうけど、まあ一応壁イチャということで、まあ何イチャイチャしてんだよ、壁際で、みたいな感じで考えてみました。くっさいセリフを言ってる人ですね。もう少女漫画の男子はくっさいセリフを言ってなんぼだから、本当に。それこそがもう少女漫画男子だからね。もう臭さだけで生きてきたんだから。では次、S 君のイラストです。はい、こちらです。僕の、まあ、壁イチャですわ。ちょっと待って、説明お願いしていいですか？壁ね、これ。はい。レンガの壁ですよ、壁。はい、で、まあ、イチャイチャってして、イチャイチャしてるときに、E.T. っていう。あ、映画の E.T. これね。E.T. っていうので、壁イチャ。あ、もうね、ごめん、その E.T. ってのも滑ってるけど、それ以上にもう絵が怖い。なんでだよ。これめちゃくちゃなんか恥ずかしがってんのよ。いやもう E.T. ってネタはもうただ滑りしてるから一回置いとくとして。もうね、この人がホラーでしかない。どうなってるからだ。普通に指さして恥ずかしい感じにこうして。ここの中なんかもっこりしてて。肩だって。いや、ここから、この胸のあたりから手がもう一本出てる。下手したらこれ3本に見えるけど、1、2、3本。こいつ男の人で。いや、ダメはキラキラ。頭部がバゲてる。男の人がやっぱりイチャイチャしたい系だけど、女の子は恥ずかしがり屋っていう設定です。夢に出てきそう、この人。怖くてマジで。はい、では2回目のくじ引きいきたいと思います。はい。2回目の、胸キュンワードはこちらです。はい。くるくるポケくるポケくるポケくるポコじゃん。今度胸キュンワードを引いたんですよ。やっちまったの。ちょ、違うのよ。全然違うのよ。くるポケって何待って。じゃあ2回目のお題。くるぽけです。ちなみにですね、みんなもちょっとわかんないと思うから説明しますと、はい、このくるっていうのはね、どうも袖くるとか、わかる？袖をくるっとめくるの。よく男の人はこうやって袖をくるくるってめくる、袖くるのくるの部分で、ポケとかはね、ねじポケ、ポケットにねじ込むみたいな。なるほど。そういうとこからくるポケの、ポケットのポケですね。ただこの二つを組み合わせるのはすごい難しいと思う。ポケットをくるんでるだけじゃねえか、これじゃあ。ポケットをくるめないからね、普通は。ポケットくるんだって、胸キュンワードにならんぞ。だから、自分なりにここは頑張って考えていきましょう。はい。では早速、やっていきたいと思います。激ムズだ。スタート。やっちまったのー。くるぽけのイラストできました。では早速見てください。はい。僕のポケットをめくってみてくれ。僕と付き合ってくれないかい？はい。私の、くるぽけなんですけど、はい、とりあえず、僕のポケットをめくってみてくれって、こうエリートがね、パンパンのね、胸ポケットをね、言うわけさして。いかにも何か入ってそうな。そうで、うん、みたいな感じで、言う女の子が言ったら、こっからね、こうよく手品であるような旗がね、くる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 って、くる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 って出てきて、僕と付き合ってくれないかい？ネタに走っとるじゃないかい。いや、マジね、ちょっとアホな二人なのよ。エリートゆえにね、ちょっと小技を利かした告白。それがくるポケ。まあ、エリートゆえに告白は下手くそというオチですね。まあ、ポケットからくるくる何かが出てくるっていうので、くるポケにしました。はい、じゃあ次、エス君の方のイラストです。はい、じゃあ僕のイラストですね。はい。僕は、もう、マジで思いつかなかったんで、もう最近、ポケットからキュンですが流行ってるじゃないですか。ああ、もう最近っていうかもうだいぶ前。だいぶ前だけど、流行ってたじゃないですか。はいはい。それがもう頭から離れなかったんで。ポケットからなのね。ポケットからで、もう、くるーっていうことにしましたね。意味がわからない。全然意味がない。指輪くるってことね。ポケットからアンタッチャブルの山ちゃんがやってる、くるーにかけたんです。待って待って、胸キュンイラストっていうテーマ知ってます。なるほどね。ポケットから、くるーなんですよ、僕のは。はい、わかりました。はい、めっちゃ滑ってました。ありがとうございました。はい、ではラスト3回目です。では、くじ引いていきたいと思います。はい。では、ラスト3回目の、胸キュンワードはこちらです。ポン、指、くい。おー、なるほどね。顎食いの食いだね、きっと間違いなく。食いは。指は何だろう。でもまあ指ってなんか想像つきますね。ということで、じゃあ最後のお題は、指食いです。はい。ラスト、指食いのイラスト完成しました。では早速見てください。はい。してるってことですか？はい。こちらですね。はい、まあ、ちょっと指でクイクイとやられてて、えって気づいて女の子がね。うん、そうしたら、こう、クイってこう、自分の唇の方を刺すわけですよ。で、はい、うんっていうわけ。はい、で、それは、キスしろってことですかっていう展開です。なるほど。要はだから、指でクイクイってさ、やっぱ顎クイで指をね、指で顎をクイってするのがいいなと思ったらシンプルに。ああ、それかっこいいけど、それは顎クイなのよ。顎クイでもすでにあることだから、やっぱ自分で考えると指をクイクイしてキスをせがむ。逆に自分からするんじゃなくて、キスをせがむ。それが指クイ。こいつ、欲しがりだな、まったく。ちなみに先ほどエスコは私のこの絵を見て、ご飯粒ついてるってことって言いました。マジありえない。いや、違うよ。ご飯粒ついてるってことって。違うよ。こいつの手が、女の子なのかと思ったわけですよ。どういうことなの？ちょっとやって、ちょっとやって、俺ご飯粒ついてるぞみたいな。いや、もう胸キュンなのよ、今回のテーマは。エスコ胸キュンから程遠い、一応エスコイメージで書いてあげたのに、本当に程遠いじゃん。お前はマジで本当に。キスをせがむのが私の中でのそう指食いです。前は欲しがりだよ、全く。はい、こちら S 君の指食いイラストです。はい、俺はもう本当にプロポーズみたいな感じですよ。指をバックに、俺と付き合ってくれねえけかなっつって。何その変な言葉？そういう方言。方言なの？うん、で、まあ、いいわよ。笑ってんの？これ笑ってんの？っていうイラストで指をクイってしてるっていうねやつです。あ、指をね、だから指輪を入れるのにこう指をクイってするみたいな感じ。あ、まあそれでもいいし、こう手を差し伸べる。手をこう取ってるお姫様みたいにね。あ、それが指クイ。あ、それはいいですね。シチュエーションなんかすごいいい感じ。いや、いい感じ。これ海？海の中に太陽。夕日。うん。が5バックにして。空と夕日ってことかな？いや、海。海の中に夕日入っちゃってるよ。影で見えてる。あ、これ夕日の影。あ、なるほど。夕日入ってるのが隠れないもんです。次に夕日、空、海かと思った。いや、砂浜。果てしなく砂浜。海、夕日。実家だよ。果てしなく砂浜だよ、これ。果てしなく遠くまで砂浜。そういうことです。うん。ちょっとこう、結構ここ反り込み入ってんな。リーゼントの上にさらにここ反り込み入ってんの、耳の上。細かいところは別にしてきなくていいんですよ。なるほど。はい。どうですか？ちょっと無理があったりもしましたけど、ここは少女漫画家の発想っていうものを皆さんにちょっと見ていただけたら嬉しいなと思います。さすが漫画家がね、言葉いっぱい出てくるわ。しかし、なんかなか S 君も、これは良かったしね。あ、それね。うん、ちょっともう、これは滑ったからなしとしても、これは良かった。やめろ、滑ったからいいな。という感じで、まあ皆さんぜひね、どっちが良かったとか、どれが良かったみたいなのがあったらコメント欄で教えてください。はい。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と。はい、S 君でした。バイバーイ。